皿倉山は、福岡県北九州市八幡東区にある標高622メートルの山である。権ン山、穂柱山、花、尾山などとともに、穂柱連山を形成し、北九州国定公園の一部をなす。神宮皇后の伝説が残る山としても知られ、山の名前も神宮皇后の言葉に由来すると伝えられている。この山に登った、 神宮皇后が下山するときには、日が暮れていて、さらに暮れたりといったことから、この一帯がサラグレ山、またはサラグレ山と呼ばれ、それがサラグレ山、サラグレ山に転じたと言われている。サラソウ山頂から見た北九州市の夜景複数の登山ルートが整備されており、八幡東区小柱のサラグレ山、ケーブルカー山6駅前、小柱登山口からのサラソウ標登山道、 川内貯水一湖畔の河内登山口、道区末広町の住宅街から上る大倉登山口、八幡西区、一ノ瀬の一ノ瀬峠から、九州自然歩道を経由するコース、近隣のゴンゲン山や、花、小山を経由するコースなどがある。北川山麓の小柱登山口からは、サラソーを登山鉄道が運営するケーブルカーが付設されており、9合目付近の三条駅まで、 ケーブルカー、山頂まで、スロープカーが設置されているため、乗り継いで山頂に到達することができる。山頂のパノラマ展望台から、視野角200度に広がる夜景は、北九州市の夜景は、100億ドルの夜景とされ、夜景愛好からのインターネットコミュニティにおいて、新日本三大夜景の一つに選定されている。山頂まで自動車が、通行可能な道路も整備されているが、 2017年12月1日から8合目付近のサラクラ兵より山頂までは終日、関係車両以外の通行ができなくなった。放送局などの送信当群。サラクラ山には地元放送局のテレビ FM 送信所や新聞社、電力会社、警察庁等の無線基地局があり、北九州市や地区方方面に電波を送信している。このうち、 デジタルテレビの空中戦電力は 1kW、FM ラジオが 250W である。かつて放送されていたアナログテレビのうち VHF は 1kW、UHF は 10kW であった。広報、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。